モンゴル時代の港南東下領。賢章寺は右に位置する。賢章寺は中国にかつて存在した道。オーモットウルスの時代に現在の厚生省武州市南部一帯に設置された。地所は南条県でオーモットウルスの行政上は厚生当初行中諸省に属した。河北の最南路と共に、チンギスカンの弟、カチウンを始祖とするカチウンウルスの東下領であった。 総大の賢章軍を前進とする。モンゴル帝国第五代皇帝セチェンカーンによって南宋が平定されると1281年に賢章寺の6万5千戸がカチュン王家の投下領として与えられた。翌1282年にダーリタイオチギンを支訴とするダーリタイ家の投下領とされた南豊タ県が南豊タ州に昇格となって独立し、コウマ県のみが 南豊か州を挟んで飛び地となった。以後、南豊か州を挟む形で、賢章寺は元松まで存続する。主賢章が明朝を建国すると、賢章寺は賢章府と改められた。新州路には6時市、3県が設置されていた。上松1997、100ページ原始巻95シリング44食家資産。 大祖帝高赤音大王子災難を多い、高難都省、資源18年、文鉢立てマサジ6万5千戸、継承2600条ダーリタイウルスの始祖ダーリタイ、オッチギンは、チンギスカンの一族でありながら、敵側についたことで処刑された人物で、その息子タイナル家家は、カチウンの息子、アルチダイの奴隷とされていた。その後、タイナルは武功を重ねて、 昭和大,大宮を取り戻しており、南豊州が、賢章寺から独立したのは、このような経緯が関係していると考えられる。原始末期六十二市十四地理市後、賢章寺、下、本南条件、俗部州、南東省兼務軍、総省立政軍、元資源十四年、改め立政寺総監府、割南城沖六寺市、十九年、南豊賢章州、 直令業省、都9万2223、口55万3338、厳島六62市14地理市5、県省寺、漁師市一、県三六寺市、資源14年率、県三南城、上、新城、中、高政、中、ありがとうございます。